お、ナミ取り上げで。ゼリー。ユーミポッピー。Trovi has of course played a lot of Twist of Fate. Isn't his most successful champion? 本当それな。全員バーン。序盤が弱いからね、ゼリー。スケールチャンピオンじゃないから、ジェンジーの考え方はこうスケールしていく考え方だからね。ているよね。え、なんでゾーイなヨネ相手に。え、なんでゾーイな。天狗構成強そうだな、わら。なんで後出しゾーイ。あ、BDD の得意チャンピオンだから。なるほど。確かに、アジールバンされてるし。安尾出せねえし。Okay, it's an interesting draft. I don't really like the bottom lane very much. I think that picking away. この構成だとウコンの方が良かったよね。で、ゾーイにかかってますね。ゾーイのスリープバブルヒットして、ビエゴが1キル取ってみたいなゲームができると確かに NS は強いけど。ディエゴ、王権タンクビルドに行かないときついんじゃないかな、この構成だと。ミッドで有利取れてて、ジャングルもポッピーが入ったら強いから、ジャングルの中は警戒しなきゃいけないのは NS が。入られたらきっと。いや、NS 自陣のジャングル守るワード置かなきゃ。序盤からガンガン行くね、これ。ルーラーは。あの、リバーのところの入り口にワード置いてるじゃないですか。これってブラストコーンが上がる前の時間帯を有利に。したいってことなんですよ。なんで、一番最初の1レベル、2レベルでビエゴが来るのが嫌だよっていうワードの聞き方です。で、これミッドガンクして相手のジャングル見に行くと思うね、ポッピー。入ってった場合、ビエゴ対応できないから、見に行かない。いた場合、ゾーイと挟まれるから行かない。ワードだけ置いた。で、これブラストコーンがないんで、ビエゴワード引っかかるんですよ、これ。なんで、これでボットがセーフティーにするだけですね。で、探しに行ってバレて。これカウンタージャングルできないとでもドレッド積む。これでポッピーのルートも結構分かりやすいっすね。アプターレッドでのミッドガンクだった。このクルーグカウンタージャングルするのはドレッドからするとめっちゃ美味しい。これでポッピーがトップのクルーグに入ってこられなければ、かなりジャングラーとしての経験値差が生まれるんで、なんでトップのジャングルの入り口にゾーイがワード置かなきゃいけないです。そのルートワード置いて置かれてないことをチェックできてるんで、ジェンジ。そこ利用して入っていくかどうするかまた考えれますけど。あ、入っていきましたね。このポッピーが今置いてたワードのところに相手のワードが置かれてないっていう情報があるんで、オラクルレンズが必要ないってやつ、ね、言われる。だからカウンタージャングル成功。ゾーイをリコールさせたのがこのカウンタージャングルにつながって。
little bit of a potential setup here for Peanut, but does not commit. こうなるとポッピー有利だね。いやもうボット中心で考えてると思いますよ、ジェンジーは。ジャングルのプレッシャーとミッドのプレッシャーとボットのプレッシャー、この3つで主軸に考えてるんで、トップはお任せしてますね、これ。ミッドのヨネが勝ってて、ボットのマッチアップが序盤勝ってるんで、そこの2つでゲームメイクしたいって。Towards that top side, I believe, kept out of vision. Yeah, he did. He, they do not see him. Doran is going to check just in case, though. で、ちゃんとドレッドがそうだね。ポップガンク来るときに、だいぶワード、でかい用ワード置いて、これはできないですね。パワーダメージが高すぎて。に対してクルーグ取りに行って、ボットダイブも見ながらドラゴンも見てます、これ。なんでヨネがミッドレーンで仕掛けつつ。完璧。ドラゴンかクルーグか。ヨネがちゃんとミッドからトップサイドのジャングルも置いてるんで、NS がやんなきゃいけないのはミッドの主導権を取ることだ。あ、EU スタイルの話は変わんないですね。バトルって、ドラゴンちょっと遅れてる。I'm interested, Wolf, because, both of these teams have the lowest terror percentage in the league. So we're just gonna see fights over Dragon, and Shelly's just going to be on her own, as, we're gonna hear from Doran here. Now, behind me, there's more Atomic Currency. He's like, alright, they're top, I'm going off. Okay, this is the response to Peanut knowing they were top side. So I'm going to Nami.凱旋という意味のヒール、また回復する。あ、ルシアのヒールもか。レポートがだいぶ警戒はしてるけど、きた。ただこれドレッド間に合う、6レベルで間に合うぞドレッド。いやー、火力が高すぎて耐えられない。ボットレーンのマッチアップ負けてるから、だいぶ警戒のワードを置かなきゃいけないんだけど、エフォートはコントロールワード、入り口じゃなくてブルーバフの下のブッシュに置かなきゃいけない。レボル君がブチ切れてたポイントね。まあでもあれは言われてもしょうがない。Yeah, they are just gonna give this one up. So Nongshim, grab this for free.
でもあれでダイブしなかったらどうしようと思いながら見てたけど、アルティメット使った、勝負だ。ゴーストゴースト負けるな負けるな、ゴースト、あー勝てねー。あー、ナミがエフォートがチルトしてる。これまたボットダイブプレッシャーがかかってる、ボットダイブプレッシャーかかってるよ。逃げてゴースト、逃げてゴースト、逃げて早く逃げて。ドラゴン取るんだけどな。そもそもこれな、何が起こってるかっていうと、ミッドレーンのここに今ないんだけど、チョビーがずっとコントロールワード置いてて、ミッドからボットにかけてのプレッシャーをずっと出してたんですよ。こういう時ってミッドのマッチアップ、ヨネ VS ビ、ヨネ VS ゾーイっていうのはヨネが勝つんですよ。ヨネが勝ってここにコントロールワードを置いたら、それはジェンGの方がゲーム組み取りやすいんで、 BDD は何しなきゃいけないかっていうと、ここにワードを置かなきゃいけないんですよね。ここにコントロールワードを置いて、コントロールワードを置いて、相手が来た時にじゃあどう展開しましょうかっていうことを考えなきゃいけないんだけど、こっちに置いてるじゃないですか、コントロールワードを BDD が。だけど別にトップレーン有利取ってたけど、だいぶ失敗したし、でうまくいってないんだよね。そこにゾーイを呼び込まなきゃいけないんだけど、こういうやり方ってここまで取ってるじゃないですか。もうこれ取ってるってことは、もうミッドほぼ勝ってるんですよね。この辺のエリアが全部取れてるってことだから、ボットカバー行くには NS はどうしたらかっていいとっていうと、もうここのルート通れないですね。この段階で、ここにワード置かれてる段階で、これが位置されるともうここ全部通れない。ここに誰かがいた場合にもう死ぬから、ミッドのマッチアップ上勝てなかったらゾーイが、だからこのルートしか通れないですよ、 NS 側のルートって。だから最低限ここ飛んなきゃいけないですよね。ここも取れないってなると、もうボットがエリアとして入られちゃうから無理ってなるんで、最低限ここを守る必要があるんです。ここを守ってれば何が起こるかっていうと、ジャングルがこうやって勝ち合った時にヨネも寄ってくるけど、ここの視界取ってるとゾーイがここから援護射撃できるんですよ。ここ取れてないのがマジで最悪なんですよね、この序盤のゲームメイクで NS は。だからここ行けないでしょ、ゾーイが参加できてないですよ。この殴り合いの時にゾーイがここからスイープバブルを打つのが強いのに、この殴り合いヨネがもう抑えてるんですよね。でコントロールワードあるから、ゾーイのショットがないよっていうのもずっと分かってるから、ジェンジ強気にドラゴン触るんですよ。スケールチャンピオンをちょっと増やしすぎちゃったのが問題。トップもボットもスケールチャンピオンじゃないですか、ジェンジ。あ、NS 側の構成って。GP もスケールだし、ゼリもスケールだし。だけどそのスケールでケイルが勝ってるし、で、序盤はボットレーン、ジェンジ勝負できるマッチアップ作って、ミッドも勝負マッチアップ作ってるからってなると、ドラフト負けなんだよね、単純に、NS 側の。ボットスケール置いたんだから、トップで例えばこれが、まあ、タンクでもいいよ、セジュアニとかオンとかでもいいけど、そういう系だとビエゴがガンクしやすいじゃないですか、ダイブもしやすいし、あとはグエンとか、ね、そういう系になんかドラフトを修正する必要があったんだけど、ね、だからもう結構ジェンジーはミッドからボットにかけて好き放題 で特にボットサイドを重点的に今仕掛けてるって感じなんです。いや、今のレーニングに関してはね、8分まで考えなきゃいけないね。基本的には8分までどう作るかを考えなきゃいけないです。リフトヘラルドのタイミングでリコールをできる、有利な状況でリコールができるってとこまで作るのが今のロールです。今 NS がボットサイドのワードの視界をようやく取ったんで、ゼリーがだいぶプレッシャー感じずにタワー下でもファームができるっていう環境を今作ったんですけど、
Dread is in position, they get a pick on the door and drop a topside. That would be amazing for them, but Peanut knows this. He's up topside. Oh, nice bubble there. On to Chovy, but unbound soul. 早速1個壊されましたね。Look at how quickly Peanut and Doran identify this is the play. Peanut's up here as a bodyguard, Doran backs off, lets the lane push, and they're just not gonna get ganked into Herald. Overhand's just happily taking turret shots now as the Zoomies are doing. いや、まあ、ヨネなんで。It's gonna be Moonstone on this Yumi. We did see the Luden's variant earlier on in the day. That did a lot of damage.なんとかミッド勝たせてヨネのパワーを影響力を落とさせようとしてますね。This is just giving Doran free farming topside because Kana rotated all the way down, does not have teleport because he used it to catch the wave earlier, so he's losing minions topside. Like a Kale free 11 is just going to get an extra plate.That is usually not a thing that we could say is happening. Yeah. So, plates bottom side for the Lucian lane, as well as Kale getting a plate and trading aggressively against this Gangplank top side. Almost level 11 here. Ah, でもこっからちょっと変わってくるね。Doran sidesteps them. I think he gets. 今度はケールが11になると GP きつくなってくる。10CS left for Doran to grab his call.ニットの主導権じゃなくてサイドの主導権でジェンジー物事考えそう。いや、ヨネはうまけりゃ。ヨネはうまけりゃって感じっすよ。Dread's moving top lane. Doran is just so good, like I was saying before, to kill bottom side 1v2 at knowing when to go in, when to go out. He's just able to ult to survive, gets away here, dodges Dread. あと、ヨネとヤスオってなぜか補填入るんだよね。なんでこいつらって補填入るんだろうね、アイテムの調整が入るたびに。お気に入り。GP がワンボイワンで勝ったのでかいですけど、カンナが。They get first turret. Peanut can now move towards the top lane and do whatever the heck he wants. And honestly, Doran is like late game insurance at best, right? So just take what you can get, mate. It's totally fine. You've got this Lucian who is giga fed at this stage of the game. I just love how Doran gets a plate and then escapes again. Like, yeah. ボットレーンのウェーブ捨ててリフトヘラルド取りに行ってる。もうミッドタワーこれで絶対欲しいって考えですね、NS は。ライズは強いと悪すぎるんで、もうみんなライズ見たくないって。They had no intention of contesting this. They were just going to push two lanes instead. Look at Doran shove two waves of minions into the top lane as Ruler is shoving them into mid. They're like, okay, we'll get value two lanes. これってそれは危ない。Yeah, he is going to take so much damage. Tidal wave on cooldown now. BDD looks for a bubble as Lehens. I love that. He always pops out so that he can just you and me to negate the sleep. If he does get drowsy, Ruler throws down. Ruler 強すぎない。And he's got Gale Force as well, like man, he can just be right on top of you in an instant. As Kana will be able to take the top out of turret, so they do manage to even up that count just a little bit, but Peanut is now in Dread's jungle. And because there is, you know, he's a lane game right this time around, he doesn't have to be able to get straight into Nashor's Tooth, which is going to give him more power in side lane, which he's already found so much success in because Kana's been pulled around the map so often. Doran is...Actually, just going to be such a menace because Genji, you're putting him on weak side, and then as they pull resources elsewhere, he's going to push even harder. As we're going to go all the way back to this play here, and Nami just doesn't ult him at all. No flash. Doesn't ult him at all, though. Like, I feel like Effort could have tried to do something there. I don't know whether. あれは選手の目線だから遅いんだよ。準備してる。今のは普通のリプレイじゃなくて選手がどうやって操作してるかのリプレイだから。Ruler had the perfect angle. It's a bit of a shame for effort. I'm trying my best.
you know, to find the sympathetic angles, but he's not having a great game. And as you can see, this Nami pick, because it was reactionary, right? Remember, they banned three of Effort's champions, and then first picked Lucian. Yeah, I mean, if you really want to try to like stretch your brain, you could see some of the good in this Nami pick. Red, flash for this. Yeah, he's looking for it. バリバリされてますね。Tidal Wave connects this time around. Final chapter is going to come down as well. Look at it. Body block. The minion wave gets forward, Dread, Heartbreaker comes in, Peanut looking for him, they trade 2-for-1 thus far. The Poppy is coming through, Doran's coming up. 全てのスキルを使った後なのです。And Doran just explodes the Zoe. I mean, convince me that Genji are not the best team by far. なんもない。スキルがなんもない。なんもない。これから料理されるところ。確かに刀だしな。三枚おろしにされた。ありますね。まあもうこれゼリーのスケール待つしかないですよ、NS 側は。序盤崩れちゃったから、ゼリーが今ずっとミッドレーンにいないで、サイドで安全にファームできる場所をとにかくあの NS 側にもらって、ゼリーにファームさせてるんで、今ずっと。普通だったらミッドに来るじゃないですか。で、サイドにゾーイを出すんですけど、そうなるとミッドのゼリーがルシアンに勝てないし、サイドに出たゾーイもヨネに勝てないからっていうことで、ゼリーをとにかくサイドに出してお金を稼ごうとしてますね、エースは。今もトップサイドでしょ、リプレイ中も。さっきまでボットで安全にファームしてたんですよ。安全な場所でとにかくファームさせてもらってます。今もまだトップにいますね、ゼリー。It's looking real nice here for Genji. Close to 4,000 gold lead. 戦っても勝てないから。ミッドタワー取られちゃったんで、もう厳しいっすね、これは。もうミッドに行くしかないっす、ゴースト。サイドに残れない。I don't know what's going on internally at Nongshim in terms of scrims with Peter and where he is in the team and if he's even being considered as a substitute ever, but after that draft, just totally targeted effort, and then they. なんとかファントムダンサーができれば戦えるけど。いやこれサンファイアじゃない？タンクヨネじゃない？これ本当だ。本当だ。ああ、王権がナーフされちゃう。これを見たライアットは絶対王権ナーフする。少々やりすぎてしまったようです。ライフスティールの量を前回のパッチで上げましたが、耐久アップデートが入ったことにより、割合ダメージが思ってる以上の、想定以上のダメージを出していることに、想定以上のダメージを出していました。これにより、ゴールド換算率を適したものにするために、ライフスティール前のパッチで上昇したライフスティール分を元に戻したいと思います。引き続き、割合ダメージの動向については注視していくとともに、一旦はこれで様子を見るみたいな、そんなパッチノート多分書かれるぞ。I don't want to be too harsh on the guy, but it was a weak bottom side he was given. He
長年何年もやってねえよ。And less about effort himself, right? Because I think that, like, Lucian Yumi is the best Yumi lane that you can have. They could have just banned Lucian instead. Ah, 今のパッチの土曜日でフォローが。They made a draft mistake, and then they were like, oh, we picked Nami away. Oh no, this is bad. Yeah. And we're like going back to talk about draft because this game as well is really awful. Oh, going to come through. Wow. Still going to come down, but Peanut going to be knocked up into the air. Effort. It's going to take so much damage though. It's Peanut somehow surviving. Oh, Ignite that secures it in the end. BDD grabs that kill. He's now Ruler into the brush here. Chovy avoids the bubble. As Ghost is going to move on over. Ulti at the ready. As Prowling Projectile connects onto Dreddy. Slinks into the mist. Bubble connects one more time. Unbound Soul will save Chovy from that one. Chovy wants to ult so bad. And he's definitely being told, like, do not ult. He's got the lineup several times here. He's not going to commit to it. And he's just going to hold them down. So yeah, a bit of an overextension here. 状況次第だけど、MR 積むんじゃないかな。普通に自然の力とかマルモティウスか自然の力ウィッツエンドとかウィッツエンドが良さそうだけど MR 積むんだったらあとは移動速度を上げてあの初手でスローがつくデッドマンとか GA とかでもいいかもねストップウォッチを無駄にしないためにAt 24 minutes, so he's very fed, but it's still not the fastest. 結構何でも作れると思いますよ。And also, Chovy is gone for a similar build to what we've seen Pioshik doing on his Viego. It is going to be the Sunfire Cape that he will be abusing this time. GA 積むんだったら、その次は自然の力を積むと思いますけど。まああとはあのスピリットビサージュでもいいかも。It's utility, you know, for this champion that is already, you know, kind of going to be able to do a ton of damage, but is going to then, like, burn through and survive more while also being on top of everybody so that Lucian can do the most damage. Kale, Sunfire Cape のダメージを生かすためのビルドはね。リーサルテンポのマックススタックを狙うから、ちょっと難しい。瞬間的なダメージは出ないですよ。なんか E で、ER で入ってダメージが出るかっつったらそういうわけじゃなくてなんかちゃんとオートアタックとか Q とかをこう重ねた上で入れるみたいな。Yeah, just a really nice snipe from BDD over the wall there, and then the follow-up CC comes through. Effort does his job. Then he does his job again. It's just this time. J4 剣強いだろうね。てか J4 のバフやばくないですかあれ。サンファイア積んだだけで ADC 枯れるんだけど。あのバフ。ADC からしたらマジで悪魔のジャーバン帰ってきたみたいな感じだよ。今まではジャーバン EQ 使ったらさ、ADC からしたらカモだったのに。もうオートアタック痛すぎて。あれトップレーンの。トップレーンに出てきてたジャーバンぐらい多分強いんで、あのバフは。Genji just continue to repeatedly do this while pushing, and if they kill somebody, they push a turret. If they don't, they're like, cool, we'll just reset and look for that timer on the Drake, which is now spawning 25 seconds. パッシブの強化されるジャーバンって大体トップレーンに戻るんで。てか、あいつもともとあのチャンピオン作られた時がトップレーン担当だったんで、ジャングル担当として作られてなかったんですよ。ヨネさん耐えた。おお、ビリリー。
it there through the Nami tidal wave. The idea is to use the unstoppable part of Chovy's ult there to then get several knockups. It was a brave play. I think Chovy was looking for a highlight move moment.そうですよ、イデリア VS ジャーバンは古代のマッチアップですからね。トップレーンで。Shoutouts to BDD. The guy has been playing so, so well in what feels like a very doomed game. Red's dead. Doran's going to be able to grab just a couple of autos there to secure that one. All too easy. You're not allowed to walk out into your jungle. What I wanted to say is that BDD has been playing his heart out, Wolf.キルは取ったけど体力より取れなかったからオブジェクトが取れないっていう。ウェーブスタイル戦いに行ってるからな NS。 アリプレ来るね。トップレーンのウェーブ捨ててボットレーンのウェーブも捨てて戦いに行ってるんで、2キル3キルぐらい欲しかったかな。クラッシュアウト DP競争者クラッシュアウト、1キルだもんね。BDD to have like this absolutely heroic angle to make it work. He even hit that paddle. He's like, sleep, sleep, sleep. It's got him. He's so good at Zoe. エンゲージもできるし、ダメージ出すこともできるしみたいな。なんか、引きつけてダメージ出す。6,000 gold lead at this point. It's 30 minutes in. I mean, Drakes are even, things like that. This game is not technically over, but Gen G now have a Baron and a King. 今のファイターってこのビルドが多分一番強いんじゃない？王権、王権からサンファイアっていう。But I just want to say, still alive. That piece of. あの征服者持つ系は合わないけど、リーサルテンポ系は合うんだよな、このビルド。あでもビエゴはでもまあパッシブで、そう、So now if everything is committed to Chovy when he ults in, he has Sunfire and GA, so he just will absorb everything to let Thorin clean up the fight.ジャーバンリーサルワンチャンおもろいかもね。ベルウェズもそういうビルドありますね。ベルウェズもリーサルと征服者のどっちかなんで。クラーケン積んだら柔らかすぎてダメージ出す前に死ぬんだよな、あいつ。人事強いね。NS もうまくこれ戦ってるように見えるんだけど、ジェンジーが全部戦ってんの、ウェブ状況がいい時なんで。
この後何が起こるかっていうと、 NS はトップレーンのウェーブのクリアとボットレーンのウェーブクリアをしないとドラゴンに行けないんですよ。ドラゴンに来た場合、あの CG がそのまんまされちゃう可能性があるんで、なんで分かれなきゃいけない。で、分かれちゃうとドラゴンにアクセスができないっていう。何もできんね、これ。常に先手が取られてる。Over the top of everything, Ruler destroys Dread in a matter of seconds, but the Cannon Barrage is decent defense. チョビーとルーラーを同じチームにしちゃいけなかったんだ、これ。シルバーコレクターのチョビー、ついに優勝するのか、LCK を。最強ミッドレーナーと言われ続けていたこのチョビーが、ようやく。